こんばんばは、ですえ昨日の動画でやったように、Amazon のブラックフライデー先行セールが始まっているんですよね。で僕も3点買い物をしていましていや、やっぱり早いですよね。もう届きました。届いたのはこちら。SM7B というマイクですね。でさらに、えー、これ、出力が小さいので、このダイナマイトを買いましたね。これあの、まあ、いわゆるそのプリアンプってやつなんですけど、えーえーその、マイクの出力を上げてくれるっていう。 ものですね。なんかこれ本当にダイナマイとかありますよね。上もこのちょっと紐出てたりして。実はもうすでに今日、SM7B でね、音収録してるんですけど、まあ、レビューなんかはまたそのうちやろうかなと思います。まあ、正直ね、あんまり MV7 と変わらないんじゃないかなっていう気はしますけど。そしてこれですよ。無印キンドルも届いていますね。えー、今日はこのレビューをやっていきたいと思います。無印キンドル、ブラックフライデーのこのセールだと、通常12,980円するものが、 23%も引かれてですね、9980円、1万円切ってくるんですよ。これはもう激安と言ってもいいんじゃないですかね。キンドルってまあ、そのいろんなシリーズありますよね。この無印キンドルがあったり、ペーパーホワイト、オアシスとかあるんですけども、あのロック画面広告付きと広告なしっていうのが選択できるんですよ。で、今回僕が買ったのは広告ありのものです。広告付いていた方が安いんですよね。 広告なしだと2,000円この n d ドル無印でいうと高くなりましてでその広告の影響ってどれぐらいあんのかなって思われる方いると思うんですけど、まあ、そのロック画面におすすめの書籍とかが出てくる程度なんでまああっても。 問題ないと思いますね。あ、まあ、ちょっと今画像出してるかもしれないですけど、こんな感じに出てきます。なんかその読書してるときにいきなりその広告が流れて30秒待たなきゃいけないとか、そういうのはないです。あくまでもロック画面だけですね。あと、Kindle 本体買うと、3ヶ月分の Kindle Unlimited もついてくるんですよ。これ通常月908円とかするんですけど、まあその3ヶ月分無料になるということで、まあ、いろんな本読むことができますからね。ラインナップは常に変わっていくんですよ。 だからあの、この前だったら、ゴルゴ1ンとかね、あれも結構泣かず、あの、無料で読むことができたので、あの、久しぶりにあの、一貫のね、ビッグセーフ作戦とか見ましたけど、初期のゴルゴってすごい喋りますよね。ラインナップ変わるからこそ、その、ゴルゴあったとしても、そのうちなくなっちゃうみたいなこともあるんですが、まあ、あのね、結構楽しむことができます。個人的にはおすすめです。で、届いたものを見ていきたいと思うんですが、まあ、これパッケージね、すごいこれあの、シンプルですよね。うん。 まあ、特に語ることがないですけども、まあ、中身、入っているものはというと、まあ、これ本体が入っているのと、まあ、あとこの説明書類ですね、が入っているのと、一応ね、このタイプ C の、えー、タイプ A、タイプ C のケーブルもついてきます。これ本体になるんですけれども、あの最初なんて思ったのかっていうと、軽いっていうことですね。スペック見ますと、158g になっていますね。 で僕が今まで使ってきた、まあ、これからも使うんですけど、この k i Kindle オアシスは、えー、188g なので、まあ、30g の差ではあるんですけど、結構これね、軽く感じました。まあ、サイズも小さいですからね、それゆえに、まあ、なんか見た目も相まってより軽く感じてるっていうのかもしれないですけど、あとサイズも比較しておきたいと思うんですけど、この無印 Kindle は6インチのディスプレイになりますね。で、このオアシス。 7インチなのでまあ、1インチの差ではあるんですけど、まあ、こうやってね見比べていただいてもだいぶこっちの方がでかいですよねやっぱ画面領域が広がるとですねその1ページあたりに表示できるその文字数とかも増えてくるのでまあなんかやっぱ読みやすさで言えばこっちなのかなとそのオアシスの方なのかなっていうのはまあ当然ねあとこのオアシスはこれ見ていただいてわかるようにこのディスプレイが まあ、平面的というかね、フラットな仕様になっているんですけど、今回買った無印キンドルは、ちょっとこのね、あの、画面とこのベゼルの間に段差があると。まあ、そんな言うて気にならないですけどね、昔のキンドルってね、本当にここガタンって落ちてたんですけど、今のやつはそんな気になるものではないと思います。で、本体の下部には、えー、タイプ C のケーブルが刺さるところがありますね。まあ、これタイプ C なんですけど、まあ、これ以前から僕言ってるように、このオアシスに関しては、 もう一世代前というかね、まだマイクロ USB だったっていう感じなんですよ。ていうかまあ今売ってるモデルはマイクロ USB なんですよね。で、Kindle のこの t y p e C の横には電源ボタンがついていまして、これね僕ね前からね言ってると思うんですよ。それこそ以前買ったペーパーホワイト、あの古いペーパーホワイトとかもあのここにねボタンついてるんですけど、ここってさ、こう、 本読むときに、こう、不意に触れてしまいそうになる場所なんですよ。いや、実際に昔僕あの、ペーパーホワイトとか使ってて、不意に押しちゃって、あの、画面消えちゃうとかってあったんですけど、まあ、でもなんか昔よりこれボタン硬くなったかな。だから、不意に押してしまうという、で、消しちゃうっていうのは、減ってるかもしれないですけど、できればね、ボタンはね、個人的には上につけてほしいなと思います。というか、オアシスはね、上についてるんですよ。この、マイクロ USB 下で、 で電源ボタンは上っていうねこの仕様に全部統一してほしいですよね上位機種のオアシスではこのページ送りボタンがねあのついていますけれどもまあ kindle あのまあ廉価版なんでねあのそういうものは一切なく あの画面に触れてページ送りとかをするという仕様になっていますまあボタンはあると便利なんですけどなくてもそこまで困らないかなというものだと思いますねでこういう端末って買うとまず初期設定が必要になりますよねそれもねすごい楽になったなと思うんですよ本体のみでも設定はできるんですけどスマホの Kindle アプリ使うとマジでねめっちゃ楽端末の指示通りにその Kindle アプリで えー、まあ、進めていくと、その Bluetooth で、この Kindle と連携してですね、あの動機が済んじゃうっていう。で、それの何がいいのかっていうと、その本体のみで、 その、同期させようとすると、あの Wi-Fi のパスワードとかってまた入れなきゃいけない,い,けないじゃないですか。で、これ、あの、ちっちゃいからちょっとやっぱ、打ちづらかったりとか、ちょっと反応が鈍かったりするから、ちょっとめんどくさいっちゃめんどくさいんですけど、あの、スマホ連携すると、その Wi-Fi のパスワード、その Wi-Fi なんかも、もう簡単に共有できるというのが素晴らしい。でですね、まあ、セットアップも終わって、これで本をね、まあ、今ちょっと表示されてますけど、ちょっと読んでみたんですけど、やっぱね、表示領域は狭いんですよ。狭いんだけど、 まあ全然読めるなという感じです動作のもっさり感に関しては、まあ、以前のモデルに比べるとだいぶ良くなったそ、まあ、その無印頻度って僕持ったことないですけど昔のペーパーホワイトとかに比べたら断然良くなってるんじゃないかなと思いますしまあ正直このオアシスともそこまで何ていうか変わらんのかなというふうには思うんですよねこれ本読んでる人でねやっぱもっさりポイント感じるのってあのハイライトする時なんですよあの何ていうか あとで見返すように、そのマーカーを引くっていうね、そういうことができるんですけど、そのマーカー引こうとすると、ちょっとやっぱもっさりするなっていうのは感じますね。でもそれはね、まあなんか、共通なんですよ。だからオアシスでもちょっともっさりするし、たまにその iPad とかで、あの、Kindle 読んでると、すごいサクサクなんですよね。だからそういう、なんかその動作のサクサク感を求めてるんだったら、iPad とかスマホとかでやった方がいいと思います。文字を読む分には別に問題ないんですけど、グラフとかその、 差し絵みたいなものがたくくさん出てくる本だ、っっっったたらちょっとねねやっぱ狭いいかなっていう気はします、ね、ただグラフとかだったら、まあ、拡大もできるんでね。まあ、それで対応はできます。バックライトも当然ついてまして、暗いところでも読書できるんですよ。で、これ今、最大の明るさなんですけど、まあ、結構ね、明るくなるんですよね。まあ、だから、あの、暗いところとかでも全然問題はないです。ただ、この明るさは十分なんですけど、その、買いモデルゆえに、 その色のの色変更いいうのはでできないんですよねこの Kindle この無印に関してはこの色だけなんですがこれオアシスの方ですね多分こ,この,あの感じでも見えると思うんですけどまずこれゼロの状態からライトをマックスにすると、まあ、こう明るくなるんですよでさらにこの色の暖かさっていうのがあってですねこれ例えば寒色系にするとこんな色になりましてで暖かくするとこうなんですよ これ画面越しても全然わかるでしょこの色の違いを設定できるっていうのがやっぱり上位機種なんですね。部屋のライティングですとか、まあ、いろんな条件あると思うので、それに合わせた形で、またその時間とかに合わせて、えー、こういうその色味を変更できるというのは強みとしてあると思います。ただ正直僕あんまりね、あの、これ設定したことないので、まあ、なくてもいいかなとは思ってますね。あとね、この無印キンドルね、これ最安だからしょうがないんですけど、防水ではありません。 これ以上の機種、例えばペーパーホワイトとかオアシスになってくると、あの、水大丈夫ですよっていう仕様なので、あの、お風呂入ってる時に読書するっていう方いると思うんですよね。そういう方は、この無印じゃなくて、まあ、ペーパーホワイトとか、えー、オアシスとかを買うようにしたらいいと思います。非常にこれね、コスパいいなと思いましたね。まあ、1万円切る価格で、しかも Kindle u n l i m i t e d 3ヶ月ついてくるし、いや、全然、 すぐ元取れちゃうなっていう個人的には思ってますね。ただね、あのー、これ、これ、そのキンドル無印コスパいいんですけど、今他のキンドルシリーズもコスパ良くなってまして、もう全部安くなってるんですよね。最安のこの僕買ったキンドルは9980円からなんですが、ペーパーホワイトも最安で18%引きの13980円ですし、キンドルオアシス、これ僕が持ってるやつですね、えー、20%引きで最安は23980円に、 なっていますあ今、最安って言ったのは、ちょっと容量の違いとかで金額が変わってくるんですよ。だからその、オアシスで言うと、なぜか8ギガのモデルがあって、それだったら23,980円なんですけど、えー、32ギガだったら、まあ、数千円高くなりますっていう、そんな感じですね。今回買った無印は、本当にコスパ最強モデルだと思いますね。で、容量はあの16ギガ一択なんですよ。まあ、16ギガってね、その現代社会においては、まあ、あまり、 その、容量的には多くないとは思うんですが、まあ、紙の、紙の本じゃねえや、あの、文字の本であれば、まあ、いくらでもね、あの、取れちゃうんじゃないかな。だったら、あれ、あの、文字の本って数メガとかでしょ特に困ることはないと思いますし、ただ、漫画読みたいっていう人は、やっぱあの100メガ超えてきたり、あの、するので、いや、というかね、これで漫画読むだちょっと、読めるけど厳しいと思う。漫画を積極的に読みたいっていう人は、ペーパーホワイト以上のサイズ感、まあ、それこそこの、 えー、Kindle のねオアシスととかでもいいと思い思ますしただ、まあ、個人的には漫画読むんだったら、もうちょっと大きい、普通にサクサク動くタブレットの方がいいかなとは思ってますね。ということで、今後は出張用の読書端末として、あのカバンにね常に入れておこうかなと思ってますよ。ちょうど今週末、京都に行くので、あのその時もね新幹線なんかで、 本を読んでいきたいなと思います。ということで、読書用端末が気になっている人は、今、ブラックフライデーでチャンスですので、もうこの機を逃さないようにしていただければなと思います。というところで、今回は以上です。最後にかわいいポコちゃんをご覧ください。デスクにポコちゃんがやってきましたあー、やめてやめて、ポコちゃん。音量が上がっちゃうよ。あー、まったくもう。これは邪魔ポコちゃんだな。あー、音量マックス。 あ、ちょっと、ちょっと、入力されちゃってるから、ポコちゃん。ダメですよ。ちょっと一回切っとくか。あ、ちょっと。音楽も再生されてる。うるせえし。まったく、ポコちゃんは悪い子だなまったくもう、そんなポコちゃんが可愛いんだよな。 ポケット叩いてますねダメだよポコちゃん壊れちゃうからポッちゃん全然見てくれないかわ <laughs> いすぎる